地域刺繍疾患指数は歯周病に関する指数の一つ。1982年にフーがフリーと作成した地域刺繍疾患処置必要度指数を改変することで1997年に作られた。集団の歯周疾患の罹患状態の評価を簡便に調査でき、再現性が高いというメリットがあるため、歯周疾患の地域保健対策に適しているとされる。 地域刺繍疾患指数計測用に開発された風型プローブを用い、プロービングを行う。正常な場合を、コード0、出血が見られる場合を、コード1、脂石の存在する場合を、コード2、4から5ミリメートルの刺繍ポケットが存在する場合を、コード3、6ミリメートル以上のポケットが存在する場合をコード4とする。すべての歯の審査を行い、上下学、 前歯休止の6ブロックに分け、それぞれのブロックで最も高度の高い葉の高度を選ぶ方法と、前場部ブロックはそれぞれ、上あご右側中接し、下あご左側中接しを審査し、休止部ブロックは第1代9止と第2代9止を審査し、高度の高いものを選ぶ方法がある。校舎の方法では、未成年の場合は、休止部ブロックは第1代9止のみで行う一方、 前バブブロックは中接詩音波を審査する。なお、各ブロックにおいて残存指数が1波の時は隣接するブロックに入れる。コード1はブラッシング指導が、コード2、3ではブラッシング指導とスケーリング、ルートプレーニングが、コード4ではブラッシング指導とスケーリング、ルートプレーニングの上に、刺繍外科手術が必要であるとされる。ありがとうございます。